平は日本の政治家。衆議院議院員。自由民主党所属、滋賀県東野財軍出身、高等小学校卒業後に、電力会社勤務の傍ら、大見新聞の通信人となり、大谷大学卒業後に、新聞記者をしながら、農民運動に参加。1933年に27歳で、 大津市会議員に当選し、新聞記者と政治家、農民運動家として活動し、市が新聞編集局長を歴任した。国政選挙では、1942年の翌山選挙で、死が選挙区に東方会から出馬したものの落選。 終戦直後の1946年の総選挙でも、無所属で出馬したが時点に終わり、公職追放で一時期政治から遠ざかることになる。追放解除後の1952年の総選挙では、落選に終わるが、1955年の総選挙に、日本民主党から出馬し、ようやく初当選。以後落選1回を経て6期務める。この間、 1962年12月8日には、衆議院議事振興係を務め、第2次池田内閣の3度目の内閣改造から第3次、池田内閣にかけて内閣官房副長官。第1次、佐藤内閣の再改造から第2次、佐藤内閣にかけて農林政務次官をそれぞれ務めた。1970年に、衆議院農林水産委員長。 6期目途中の1973年に死去。ありがとうございます。